ちょっとなんじゃねトリプルバリアの CM。 いかにもな雰囲気が伝わるナレーションを狙ったんですけどね。ブロックマンのモノマネに聞き取られちゃって、どんな商品だかわかんないよ。じゃあもう一度見てみましょうか。この番組はトリプルバリアの良さを直接的に言えない日清食品の提供でお送りされたらいいなと思ってます。新商品のトリプルバリアですよね。テレビ CM だと直接的な表現が難しくてですね。わかります。そこでフロッグマンにものすごくそれっぽい雰囲気のナレーションをやらせました。急な発熱困りますよね。おいおい商品これだから。ご覧ください、綺麗な長方形。まあそうだけど、日清食品のロゴのこの赤さ。ロゴはいいからそこじゃなくて、パッケージに書かれたこの文字。そう、そこ極太ゴシック体です。そこ珍しいかよ。この広いリビング、急に建物探訪を始めんなよ。水回りもおしゃれですね。これ水回りって言わねえよ。腰の痛みにはトリプルバリア。腰関係ねえ。ちゃんと台本作っておかなかったの。フロッグマンが自分で台本作るって言うもんですから。あ、麦山さんが来た。いやいかにもな雰囲気を狙ったんですけどね。これフロッグマン監督があの人のモノマネしたかっただけじゃないですか。でもなんとなく良さは伝わったんじゃないですか。全然伝わってません。わかりましたよ。次はちゃんとやります。頼みますよ。次回はカレー飯です。以前も鷹の爪でプロモーションやりましたよ。得意ですよ。実はカレー飯がリゾットやスープカレーだと勘違いされている方もいるので、そこを払拭したいという考えです。普通のカレーだということが伝わるといいんですね。わかりました。